上級期は上級3年後鳥羽上皇の挙兵によって起こされた上級の乱を記した後部の合戦期である上級軍物語上級兵乱期などとも呼ばれる方言、平時、平家と続く四部の合戦書の最後の戦記物で鎌倉武士が王朝を崩壊に追い込む様と封建体制確立の過程を描いている作品の評価は 完成度の点で高くないとされるが、言葉羽院の描いた王政復古の夢を、やや批判的に守備一貫した姿勢で書いている。上級期は、違本が多く、諸本によって、成立年代には差がある。最も古いものとされる、時光寺本の成立は、鎌倉中期頃と推定される。他に、小勝寺本、前高本、上級平乱期、上級軍物語などがあり、 文体はすべて和漢根合体である。上級軍物語を除き、上下二巻。作者は未称。上級期と思われる、軍記物の所見は、東院皇帝の皇帝後期王永七年四月二十一日上に見え、平家関門録などの複数の資料に、方言物語、平時物語、平家物語、上級期の四つを、 四部活戦場と呼んでいたことを見ることができる。上級期はこの四部活戦場の最後にあたる。内容は時効寺本を除くと後鳥羽上皇の記述から始まり土見門上皇の入りに終わっている。時効寺本の冒頭は仏教的な書き出しと内容で他のものとは若干の思想的な違いがある。その時効寺本を除くと上級期は 言葉が条項に対して批判的な記述が多く、古葛辞本には、天王、聖主の直なる、古聖に背き、横島に武芸を好ませたマウトさえ書いてある。代わって、北条義時に対して、好意的に見ている。もっとも成立が早いとされる。鎌倉中期頃の成立で、山城国の時効寺に伝わったとされることから、時効寺元と呼ばれる。上級期のルフ本とは、内容。 思想的な違いが見え、序文で仏説に基づき、日本における、神武天皇以来のそれまでの国王平乱について、述べてから上級の乱への記述を始める。他にも、上級の乱に対する言葉条項の姿勢が、ルフ本に描かれる姿より、消極的である、宇治合戦の記述がないなど、ルフ系と記事の内容が違う場面がいくつか見られる。水戸商交換が原本を所蔵。 他に、東京大学資料編参書や慶応義塾大学にも、ある。現那四年観光の枯渇寺本などがある。後鳥羽上皇の先生、三大将軍未帳の暗殺、合戦の原因、経緯などを述べて、土見門上皇の泡国入るまでを書く。内閣文庫、天理図書館などが所蔵。記述の一部には、六大正直からの引用と思われる、同内容のものがあり、 関石などを引用して、言葉条項に対する批判が書かれる。一説に原型となった時効寺元と上級期に、六大正直の思想を受容して、ルフ本が成立したものとする意見がある。俗軍書類中書集、上下二巻、ほとんどが金書き、ルフ系、上級期と若干内容が違う場面があり、あずま鏡からの補入があるとの指摘もある。 鎌倉後期南北朝期にかけての成立とみられる、江戸中期の成立、ルフ系枯渇時本に、あずま鏡の記事を彫入した絵言葉もの、作者未章、上級期、上級平覧期、ありがとうございます。